はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございますということでね、カネゴンのソフビを買ってしまって5万 S っていう感じなんですけども、まあちょっと前まではね、このあのガチャガチャのね、これで大満足してたわけなんですわ。まあカネゴンのね、立体物もこれ1個持ってるからいいよねみたいな感じで、このまあガチャガチャのソフビも、ソフビじゃない、ガチャガチャのね、まあ鉛筆かなんかのもんですけども、非常に出来がいいガチャガチャなもんですからね、これでいいじゃんと思っていたんですけどね。やっぱりこのソフビいろいろと集めてるうちに、ブルマーク丸さんもの1個欲しいなってことで、いやー、金もね、購入しちゃいまして、まあ結構使用感があってね、目とかハゲちょろけちゃってるし、結構ね、塗装なんかも剥げてる部分があるんですけども、まあ、このソフビとこの金色のスプレーっていうのがね、ちょっといまいちあの、やっぱりあの相性がよろしくないのかなっていうね、他の色に比べるとこの金色っていうのは剥げやすいのかなって気がしますね。ちょっと他のソフビでね、後で、私がね、失敗やらかしたのをちょっと報告しようかなと思ってますけども、ね、この辺もお腹がね結構こすれていい感じで、使用感出てるんじゃないのかなと思うんですけどね。これは、ね、あのソフビの味として、これはいいよ、ね、歪みはね取りましたけどね、この辺も口の中とかも綺麗にしましたよ綺麗にしただけでね、何も手を加えてるわけではないんですけども、よいしょっていう感じでね、いいね。まあカネゴンっていうのはね、まあ結構好きな怪獣と言いますか、皆さんもねウルトラ Q とかのカネゴンって見たことあるのかなって、そこがちょっとね、私もね随分大昔なもんですからね、記憶をたどりながら、まあカネゴンのね DVD も持ってることは持ってるんでね、見てみようかなと思ったんですけども、なんかもう今はもう、テレビのない生活してるとね、 DVD プレイヤーぐらいは持ってるんですけども、まあそれつなげてあれつなげてプロジェクター引っ張り出してみて結構めんどくさいなと思ってね、まあネットにも落ちてなかったし、まあカネゴンね、まあ小学生の頃に再放送で見たのかな、それとも本放送で1回見たのかなっていうのがね全く記憶にないんですけども、とにかく子供の頃に見て、まあ要はね、どんなお話かというと、ある少年がね、お金が大好きな少年ですよね。それが振るとね、なんかお金の音がする繭かなんかを拾ってきたかもらったかして、それを毎日振って音を聞くのが楽しいっていうね、チャリンチャリンっていう音がね、みんな小銭の音が好きですからね私なんかもチャリンと音がしたらすぐ振り向いちゃうぐらいの貧乏症なんですけども、まあそんな子供がね、朝目が覚めると繭の中からねカネゴンになって目が覚めてっていうね、それから先はね、食べるものがね、金しか食べれなく、いい飾らになってしまって、まあ、ここのね、胸のところにメーターがあると思うんで、メーターっていうかわかるかな、この辺にね、メーターがついてましてね、お金を口の中に入れると、ここの数字がチャリンチャリン、チャリンチャリン上がっていくんですけども、生きていく上でね、どんどんそれが下がっていって、多分ゼロになったら死んじゃうのかな、みたいな、なんかそういう切ない話だったような、ね、違ったらごめんなさいね、なんかそういう記憶なんですが、私の中ではね、まあそういった話をね見た時にね、わ、お金を食わなきゃいけないのかと思いつつもね、まあ非常に合理的な生き物だなっていう感じがしたんですよね。まあ怪獣の中でもね、いろんな怪獣いますけども、何食べて生きてるのかを大体の怪獣が分かんないこんだけでかい体を維持するんだからむっちゃ食べるんだろうなと思いつつもね、あんまりお食事風景っていうのがない、まあギャオスなんかはね人間バクバク食べてましたけども、あれは得意な例でしてね、他のギャオスぐらいかな、他の怪獣に関しては本当にお食事シーンっていうのがあんまりなくてですね、何食ってんだよっていうところで、このカネゴンっていうのは本当に明確にお金なんですけども、そこがね、だって普通私たちね生きていく上ではやっぱりお金稼がなきゃ生きていけないわけじゃないですか、ね、金食うなんかとんでもない話だみたいな感じなんですけども、ね、稼いだお金でお米買ったりとかおかず買ったりして、それで食べて、
それをね調理したりなんかして、お水だってタダじゃないですよね。うん、何せお金と何かを交換して、食べ物にして口に入れてやっと生きていける。もう私たちの胸にねライフゲージみたいのがついてないからね、わかんないだけで、結局何も食べなかったら死んじゃうわけですから、まあ、カネゴンと一緒なわけですわ。要はこれはねダイレクトにねそういった手間省いてお金をそのまま、入れればその分生きていけるっていうなんかそういったところがまあとってもなんか超 SF マインドって言いますかね、もう未来社会みたいなものを感じてしまって、ああやっぱりウルトラ Q ってなんか SF チックだよなみたいな感じで見てたような記憶がありますわ。なんかね、非常に合理的、ね、いちいちねお米買ったりなんかしなくてもいい、そんなところへ使うお金はそのまま口の中に入れてしまえばね、その分生きていけるっていう、もういや物食べなくてもいいっていうね、もう稼いだお金をそのまま口の中に入れちゃえば OK じゃんみたいな、かなり手間を省いてるっていうね。でカネゴン見た時にいや未来の人間ってこうなっちゃうのかなみたいな感じで思ったような記憶がありますわそんなバカなこと考えてるね子供心にもね。まあそういった変なところでね、いやそういう世界が来るのかななんて思ってたら、なんかこの間ね、なんかそういった SF 映画見たことがあるんですね。腕かなんかになんかカウントがついててお金で命を買ってるみたいな、あれはお金で寿命を買ってるって話だったかな。寿命は買わなきゃいけないわ、食べるものは食べなきゃいけないわって、なんか二重苦じゃんみたいなね。そういったカネゴンの方がねよっぽど合理的だよなと思うんですよね。金稼げなくなったら死ぬ時だみたいな、もうダイレクトにお金だけを入れて食べていく感じですね。本当にもう生き物としてどういう最後どうなっちゃったのかな、ケツから火吹いて宇宙に行ってバンと爆発して死んじゃったような日それで元の人間に戻ったらお母さんとお父さんもカネゴンでしたっていう、なんかそんなオチだったと思うんですけどね。というところでね、カネゴン、もうブルマークのカネゴンはねこれ本当に触るのがね初だったもんですから非常に感動的ですよ。カタログでしか見たことがない。マンダだけでとかでね一回見たことがあるような気もするんだよな。なんか桜屋さんとかでも見たかな、新宿の桜屋さんかなんかでも復刻版かなんか、その時は全然欲しくもなかったんですけどね、今異常になんか欲しくなってしまってっていうところで、そういったカネゴンの思い出なんかも、ひしひしと感じているとこですわ。でこんな今日はね全然つまない話で申し訳ないですね。今日はこれからね、ニッパー買ったんです。ニッパーを、いやこの間ねエアリアルのプラモデルをねパチパチと作ってはいたんですけども、もう何十年前だろうなっていうぐらい大昔に買ったね、もうタミヤのマークもどっかに行ってしまってぐらい、これもうタミヤのなんとかセットみたいなね、なんか初心者向けのプラモデル工具セットみかなんかに入ってたようなニッパーね、これしか持ってなかったもんですからね、これの切れ味がすこぶる悪くなってしまって、なんかじゃあなんかちょっと奮発してニッパーでも買おうかなと思った、いやニッパーも高いんだね今ね。これで2600円もしちゃった。いや本当は5000円のねすごいのがあったんだけどね、どうなんだろうね、5000円と2600円って差があるんだそうニッパーはニッパーだろうって話なんですけどね、なんかもうそれだと切り離したままそのままパチ組みしても OK みたいなね、すごい切れ味のニッパーだよなんて書いてあったんですけども、レビュー読んだらね壊れやすいって書いてあったんでね、私みたいなガサツな人間にはねちょっと切れ味よりも耐久度の方がね、多分これ買ったら、一生これで終わるんだろうな、これ最後のニッパーだと思いますよ私にとっては最後のニッパーね、もうそんな感じで、エアリアルをねちょっとエアリアルの改装型ですか、今これからねちょっと、パーツをね切り離してみようかななんて思っているところですわ。というところでカネゴンとは全く何の、ね、脈絡もない話でしたけども、でこちらの、ウルトラ怪獣はねタグはね外しちゃいましたけども、これね、サクッとウェザリングカラーをねぶっかけるっていうかね、ベタベタベタってね全身にかけて拭き取っただけです。それだけでもねやっぱり一手間かけるだけで全然違うなって感じがしますね。スノソフビの状態だとどうにもやっぱり安っ
ぽいなって感じがね、してたんですけども、なんかこの液に浸すっていうわけじゃないですけど、そしてちょっと微妙にシワとシワの間になんかこの墨が残るっていうところで、なんかこのね、いい感じで、高級感が出たんじゃないかなっていうかね、ひと手間かければ変わるね、あのバラゴンはね、はっきり言っていまいちな出来だったんですよ。でもこのカネゴンはね、なんかいい感じだなって気がしますね。最初はね、カッパーで塗ろうか金色で塗っちゃおうかとかいろいろと考えたんですけども、何色かねさっぱりわかんないんですけど、なんかね、金色ってわけでもないみたいでね、なんかこういったなんか茶色っぽいような色してるのかなと思って、なんかね、これになんか金のスプレーかなんか吹いてあったのかもしれないんですけどね、本物はね。あのフィルムのね、着色バージョン見た限りではね、こんなような感じだったなっていうね、茶色っぽい布っぽいようなね、そんなような感じだったなと思って、これともまたねやっぱり色が違うし、そしてブルマークのはなんでこんな青い色してるんでしょうかね。なんかね、カネゴンって青でしたっけなんてコメントとかも入れられてね、あ、そういえばそうだよなと思って、でもなんか知ってるカタログとかね、映像とか、まあ、この映像でしか見たことなかったもんですが、そういったあのソフビのカネゴンってみんな青に金のスプレーか銀のスプレーかどっちかだったもんですからね、まあ、こんなもんなんだろうなと思って、なんか変だとも何とも思わなかったんですけども、まあこれがやっぱりね、スチルに一番近い色合いはこんな感じかな。スチルっていうか、あの総天然色っていう、作り直した、DVD からね、ブルーレイかのウルトラ Q に出てきたカネゴンはこんなような感じだったなって気がしますわ、ね、もうお気に入りはここがね、もうやっぱりね、映像を見直してみました。映像っていうかね、 YouTube かなんかでカネゴンの動いてるところ見ましたけど、ここがクイッ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 とね、目のところが動いてるって、なんかやっぱ片手じゃ動かしにくいんだよな。よいしょ、ね、こんな感じでね、クイッ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 とね、なんかね、つぶらやさんのあのね、回転ギミックってなかなかいいですよね。ジャンゴの耳とかエレキングの耳とかカネゴンの頭とか、なんか変なところがピカピカ動くとかね、まあ、Z の顔がピカ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 光ってるとか、メトロン星人があの点滅してるとか、ああいう味ってつぶらや独特のもんだなと思ってね。それではね、この金色のね、塗装がね、なんか弱いなって話はね、ちょっとね、まあこの間ね、中古ショップ行った時にこのガメラが売ってたわけなんですよ。そしたらね、爪とかの間とかね、爪とか足とかがね、むっちゃ金色なわけ倒れてるし金色なんだけど、僕のは全然ね、この金色じゃないんだけど、いや、なんか買った時っていうか、家に来たばっかりのね、もうむっちゃ汚れた状態の時はね、もっとね、キンキラキンだったような気がするなっていうね、思いに駆られてですね、そういえばもう歯ブラシに洗剤つけて超ゴシゴシ洗ったよなと思ったんですよ。多分その時にその金色がみんな落ちちゃったのかなっていう、いやいや元からこんなんだったかなっていうところでね、要はね、溶剤シンナーで拭いたわけでもないですよ。本当にママレモンっていうね、ママレモンなんか死語だね、あの本当に食器用洗剤を歯ブラシにつけてゴシゴシこすって、もう結構このね、隙間隙間とかに汚れが結構詰まってたもんですからね、スポンジでゴシゴシこすったぐらいじゃそれが落ちなかったもんで、歯ブラシでゴシゴシこすったんですけども、こんなところにもね、ゴミがいっぱい詰まってたんで、もう本当にね、水で洗うとなんかちょっと黒い水が出るぐらいソフビってそれぐらい汚れてるのが、ね、たまにあるわけでも、そういうのが安いんですわ安い、まあこれっていうところがあってね、まあ次のバラゴンのソフビちょっと出してきますけども、よいしょ、これもね、いやもっと金色っぽかったような気がするんだよなと思うんですよね、買った時はね。背中なんかもさ、なんかこのね、このカッパーのやつが結構落ちちゃってると思うんで、いやどうだったかなと思うんでね、これがあの、まあこれに関してはもう一体あるんでね、これはね、もともと綺麗だったやつはね、こんな風に足もね
こっちがやっぱり色落ちちゃってるけど、これ個体差なのかな、洗ったせいなのかなっていうところがあってね、私はね、洗う前はね、もうちょっとね、この、色が残ってたと思いますんでね、皆様歯ブラシでね、ゴシゴシこするのはね、結構危険かもしれないですね。ソフビ洗うときはやっぱり気をつけた方がいいかなっていう、背中なんかもね、ちょっと蓋触してみると、なんか、個体差っちゃ個体差かもしれないんですけども、こっちはかなり気合い入れてゴシゴシこすって洗ったバージョンなんですわ。かなり汚れてたんで。こっちはね、全然汚れてなかったんでね、サクッと洗ったぐらいのバージョン。やっぱり落ちるんじゃない？このメタリック色って、このメタリックブルーはね、全然剥げたりしないんですわ、なんか。同じ感じですよね。これはね、変わんないんですけども、この手の感じとか足の感じね、まあ個体差が結構あるから何とも言えない部分なんですけども、でも我が家に来たばっかりの時はね、あんまり変わんなかったなってイメージがあるんですよね、なんかね。でもこっちの足はね、こんなもんだしな。でも とは言っても横から見たら結構ガスンと吹いてありますけども、こっちはほとんど色が同じような感じかな、個体差なのかな、わかんないけど、ちょっと気をつけた方がいいかな。まあそんな感じで、カネゴンの思い出話でした。それではまた、失礼します。